losing time, I'm fading fast. I just wanna... 俺の居場所なら知ってるはずだろ、ハンターのジョーちゃん。言っての通り、うちのボスは敵ばかりで友人はいない。知り合いかどうかは本人に聞くしかないな。ただボスが姿を消してもう3日経つ。先週リンクに行ったきり、ずっと帰ってきてないんだ。ボスには口止めされてるんだけど。急ぎのようなら、あんたたちのとこのニャンニャンカフェに行くといい。客として言ってる。この店、周年祝いをしてからずっと閉店したままなんじゃ。おそらく休業して今後に備えとるんじゃろう。数日前、残業の後深夜にここを通ったんだけど、中の電気がついててずっと猫の鳴き声がしてたの。怖かったわ。申し訳ありません。この時間帯は猫のお客様限定となっております。カラカルの執事がお客様に不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません。皆様の貴重なご意見はしっかり記録させていただきます。長身で足が長くて肉球が引き締まってて毛並みも艶やかで吸うのに良さそうな人間なのに。なのに顔が怖い、接客態度も悪い、客を尊重しないし営業にも非協力的だ。ええ、そうおっしゃっているのはお客様だけではありません。
おい、よくもこんなところまで登ったな。また一匹来たな。これは本物だ。小道具じゃない。これは生物イボルバーの遺伝子から抽出された特殊因子による現象であり、遮断薬は製作者しか持っていません。先週シンさんが当店で遊ばれた際、理由もなく猫吸いをされ、従業員から多くの不満が寄せられました。当店では目には目を、歯には歯をという方針をとっております。つまりこれは罰なのです。カラカルの執事、尊い猫になんてことを。今すぐ下ろしてください。改めて忠告しますが、そのような接客態度では永遠に元に戻ることはできませんよ。ほう、それは恐ろしいな。目を覚ませ。その様子だと本来の要件はすっかり忘れてしまったようだな。名前に聞き覚えはある。そいつを探してるのか。だったら俺と一緒にクルーズ船に乗るしかないな。カラカルの執事、今すぐお客様を降ろしなさい。あなたのサービス評価値はすでにマイナスに達しています。カラカルの執事はとても凶暴で、短期間で手なずけるのは難しいですよ。リンクーペイによる入金がありました。わかりました。交渉成立ですね。俺にはそんなはした金の価値しかないのか。今夜公開に入れば
ここは闇市の取引所になる。だから白フクロウは年中このクルーズ船にいて陸に上がることはない。その計画を立てる前に事前に俺の意見を聞こうとは思わなかったのか。足元にお気をつけください、お嬢様。見て、あちらの羊、あの猫耳は本物なのかしら。この船に乗れるということはただものではない。お嬢様、どうぞおかけください。アフタヌーンティーのお味はいつものでよろしいですか、それともこの船特製のものをお召し上がりになりますか。極地の一つ星です。極地の希少な植物から抽出され特殊なルートでのみ流通しています。確かにそうですね。双眼は深さ数百メートルの地下洞窟から採取されたもので、より希少度が高い。あちらのお嬢様、一挙一動がエレガントで素敵ね。一体どちらからいらっしゃったのかしら。生物イボルバーを執事として調教できるなんて、かなり腕の立つ方なんだろうね。そちらのお嬢様、あなたの執事は取引の対象になるかしら。いくらでも構いませんわ。ジェニー、それは反則だろう。これほど希少な商品は買い手全員が入札して最高額で落札した人が手に入れるべきだ。
本能的な反応だ。お嬢さん、少しお話ししてもよろしいかな。お話、お話。俺のものだ。悪いやつ、助けて。さっきどうして緊張してたんだ。俺は別にあの鳥に何かしたかったわけじゃない。緊張なんてしてない。ただ縄張りを見回ってるだけだ。あいつが勝手に怯えて羽が抜けたんだ。俺が悪いのか？そもそも俺はいつものシンじゃない。カラカルはもともと水が苦手な生き物だ。船の上に連れてこられたら落ち着かないのは当然だろ。もう少し近くに来い。だったらじっとしてろ。もう少し補充させてくれ。養分をな。このチップに搭載されている技術はまさに一流科学者の脳を蘇らせるようなもので、全自動スマート技師だと。子供じみたものを。
お嬢様、何かご興味のあるものはございますか？もちろんです。一度私がふるいにかけてからお嬢様にお見せしましょう。賭けをしよう。今のところここにいる人間の7割が興味を持ってる。火に油を注ぐ気か？お客様、こちらは今夜の取引に参加されたゲストの皆様からのプレゼントでございます。お気に召したものがありましたら、そちらの執事様とご一緒にプライベートレセプションルームまでお越しください。くだらない。釣れたぞ。俺をペットとして他の女に売るだと？それがお前の次の計画か？
忘れるな。俺にサービス精神はない。もしボロが出たら。悪いが、可愛いは俺の得意分野じゃない。これで満足ですか、お嬢様。私は執事になったばかりです。サービスが不満でも返品はできません。お嬢様、本気で遊ぶ気ですか。かわいいね。耳はいずれ消えるが、少なくとも今は俺の一部だ。そう気やすく触られるのは慣れてない。猫の弱点には詳しいんだな。こっちもだ。お嬢様、本気で俺を他人の元へ送る気か。そういう意味じゃない。その頭は何を考えてる。そんな幼稚な計画に同意した覚えはないんだ。それにお前は本当に俺が他人の猫になってもいいのか。切り札は用意済みというわけか。ずいぶん慎重だな。その様子、まるで迷子の猫を見つけた飼い主だ。今まで俺がどんなに危険な人物に会おうと、ここまで緊張したお前は見たことない。
どこが違う？気になるのはそこか。俺を送り出した時は少しもためらってるように見えなかったが、ハンターのジョーちゃんのそういう素直じゃないところ俺は好きだぜ。見てて面白いからな。安心しろ、うまくいった。俺は部屋の中にすら入らなかった。お前がもらったプレゼントの中には確かにいいものがあった。人のふんどして相撲を取るってやつだな。ただ臨機応変に対応しただけだ。だがまあちょうどよかったぜ。おかげでお嬢様が本気で猫を撃って逃げるつもりじゃないことも知れたからな。信号の発信源の位置情報に基づいて行動チームを派遣したわ。見事任務完了ね。お疲れ様。気をつけろ。それの中身はかなり危険だ。厳密に言えば、俺はあくまでお嬢様の代わりに表に立つ執事に過ぎない。俺に釣りの手伝いを頼んできたのはお前だろ？猫にそんな悪巧みはできない。ついでに少し煮干しをもらっていこうと思っただけだ。お前だって俺を売ろうとしただろう。それにこれだけ何度もお嬢様と呼んでやったんだ。報酬はもらわないとな。たまには猫になるのも悪くないな。簡単に満足できる。
手に入れたものが増えれば増えるほど人の欲は膨らむものだ。もう思い出せない。猫耳を撫でるだけで満足したのか。だったら夜明けまでまだ時間があることだし、俺から提案がある。お前が金を払って雇ったんだから、元は取らせてやらないとな。このボートに乗ってるのは損を許さない悪徳商人だけだろ。